敵の数は多いが、こっちも戦力は十分だ。おまけに八神の国の力で情報伝達すれば采配も触れる。焦らず着実に行くぞ。仲のために。ここであんたを潰す。行くぞ。私の力を使えばアビスの気流を破壊できる。おう、タイミングバッチリだぜ。はっ、アゼよ、カット、アゲを撃つ。はっ、ムアラに次からは着弾点を見誤らないようにする。え、エンジン様、全く熱くなかったのですごくかっこよかったですよ。だが目には良くない。それは確かに。アビスの野郎ども、この偉大なる清流クフルアハウ様の前にひざまつけ。アハウの声まで聞こえるのかよ。ちょっとうるさいから一旦消してくれないか。なんだと、このブレモン。ああ、サンキューな、マーリカ。待たせたね、野郎ども。かかれ、クイックの形を取ってやるよ。ふっ、装填。邪悪を狩り撃つ。行くぞ。八方の風、羽ばたかい。魔物の数がだいぶ減ってきたな。この勢いで畳みかけるぞ。エンジン様の力を存分に使わせてもらおう。情けは無用だ。こっちだよ、カチーナ。上まで送ってあげる。その方が早いっしょ。ああ、スピリットウェイみたいでドキドキする。私の番、行くよ、ぐるぐるコマちゃん。
救出は済んだな。ばあちゃんたちは先に、次の行動には遅れないから少し時間が欲しい。オラル、ミツムシと野菜のことはほっときなさいって、このアンポンタン。成果とは実に温かいな。数十匹を倒せ。この魔物は全部倒したよ。アビスの気流は私が破壊したんだ。流線中の方も終わったよ。私の一撃で全滅。名園の主も危機を脱したところよ。火薬の集いを手伝いに行く。あそこの状況は特にひどいとか。僕も今向かっているところだ。必要ない。一掃した。モーカー、さっきまで競技場にいたんだろ。とにかく誰かを殴りたかったんだ。どれだけ我慢してたかわかるか。そっか。イアンサ、北条の国の方はどうする。イアンサの家は競技場から遠いでしょ。ああ、それなら心配いらないぞ。さっきバレたからもう片付いたって連絡が来てる。どうやら全部処理できたようだな。アビスの勢いも弱まってる。カズの勝負なら反魂の歌が負けるはずないもんな。カズに頼ってる時点であいつらの負けだぞ。またアビスが魔物を集めて競技場に向かわせてるようだ。反魂の歌が一番の障害だと気づいたか。聖火を破壊する気だな。そんなことさせないよ。みんな競技場に向かおう。新しいアビスの気流が落とされたみたいだね。どれも競技場の近くっぽいから手分けして破壊しよう。そうだ、競技場の入り口を守る人も必要だよね。よし、これが最後の戦いだよ。
を潰す。射撃準備。ついた。はっ、風よ散る。はっ、浄化せよ。影を撃つ。潔白を証明するとき。手加減なしだぜ。いけ。みんな、ここに集まってもらったのは、この偉大なる勝利を祝うためだ。こたびの勝利は、我々の手によって得られたもので、一人一人に誇る資格がある。我々は再び大いなる災厄を乗り越え、愛する故郷を救ったのだ。おお！無論、戦争はまだ完全に終わっていない。アビスは消えておらず、その巣窟、八神の国よりも深き場所へと退いただけだ。だが、ナタの戦力を侮り、戦いを仕掛けた奴らは深い傷を負った。この先長い間、ナタに脅威をもたらすことはないだろう。少し準備を整えた後、私が最後の反撃を行うつもりだ。その巣窟に攻め入り、アビスを全滅させてみせよう。それって、ちょっと待ってください。エンジン様はお一人で行かれるつもりですか？あそこには強力なアビスの力が蔓延している。一般人であれば、少し触れただけで即死だ。先陣を切ってナタに貢献したいという皆の気持ちは理解しているが、ここは任せてくれ。このエンジンが、直々に勝利を収めることを誓おう。
一番肝心なところで力になれないなんて。これからの戦いとこれまでの戦いに差はない。皆はすでに貴重な戦果を勝ち取ったのだ。今宵は存分に祝うとしよう。そうですね。命の心配がなくなった以上、もういつもの日常に戻れますよね。確かに悪いことじゃないな。魔物が溢れてる頃よりずっとマシだ。時が来たら再び皆を召集すると約束する。そしてこたびの戦いでナタのために犠牲となった戦士たちも忘れてはならない。アビスを消滅させた後、荘厳な葬儀を執り行う。孤名に多くのものを記録することはできないが、いかなる英雄の物語もナタの人々の胸に刻まれるべきだ。黙祷を捧げよう。また戦士たちだけでなく隊長の特別支援にも感謝したい。個人の名義でこの土地の勝利に敬意を表彰。では皆がこの宴で気持ちを整理し、再び活力を取り戻すことを願っている。これからも心を一つに邁進していってほしい。